ります。日本共産党の京都市会議員、山根智文でございます。どうぞよろしくお願いいたします。昨年の4月に市会議員へと、市議会へと送っていただきましてから、あっという間に1年が経ちました。この富士の森地域の皆さんの声をですね、何としても市議会へぶつけて前進をさせたい、こういう気持ちで論戦に取り組んでまいりました。今一番私やりたいのは、このすぐ南に隣接をしております水道局の営業所の跡地を地域住民のために活用すること、これ何としても実現をさせたいと思います。皆さんと一緒に頑張ってまいります。そしてこの5月の市議会で総事業費2900億円とされておりました高速道路の未着工部分、堀川線あるいは西王子線、そして久世橋線、この未着工の部分、ついに門川市長が中止をすると明言をいたしました。共産党と市民の皆さんが粘り強く論戦に取り組んできた、やはりその成果でこの無駄遣いをストップすることができたというふうに思います。そしてこれには昨年のやはり4月の市政長選挙で市議会共産党前進をさせていただきまして、第一党の自民党の20議席にあと2つと迫る、今18議席市議会ではあるんです。この力もやはり大きいと私は思います。ですから国会でも大きく大きく前進をさせていただいて、税金の無駄遣いをストップさせる仕事、ぜひともさせてください。よろしくお願いいたします。今日は私一点に絞ってお話をしたいと思ってきました。保育所に落ちたの私だと、こういう声が全国で湧き起こっております。でコロナ禍でなんと京都市が保育所については3年連続待機児ゼロ、学童については5年連続で待機児ゼロと発表をいたしました。富士の森にお住まいの皆さんにとってはとんでもない話ではないでしょうか。そもそもこの富士の森学区には児童館が一つもないのに、どうやって待機児ゼロを解消するというのか。京都市はずっと言い訳をしてきました。その一つにですね、富士の森学区の周辺に児童館を作ってきましたと言ってきたんですよね。しかし今日実は私が資料の中に入れさせていただきました、この中にも少し書いてあるんですけれども、今年度の児童館のですね登録児童数を見ますと、とんでもない状況だというのが分かります。少しご紹介をしますと、例えば、厚生労働省のガイドラインでは40人までが望ましいということが示されておりますが、例えば深草児童館はですね85名、深草キッズ児童館は91名、富士城児童館は129名、富士の森武田児童館は103名、住吉児童館は116名で、いずれも大変な過密状況であります。厚労省が望ましいと言っている2倍3倍の規模なんですね。それで実は富士の森には新しく地域学童がこの間できましたけれども、そこも64名という状況で、周辺に作ってきたといくら言っても、あるいは地域学童に京都市助成金出しているといくら言ってもですね、これで終わりにする話ではないと私は思っています。大体施設が足りているかどうかなんていうのは行政が勝手に判断するべきことなんでしょうか。地域の皆さんの声が何よりの出発点になるべきではないでしょうか。なぜこの富士の森に児童館がないのか、子どもたちの安全な居場所が欲しい、この声を私は何度も聞いてきました。こういう声もあります。来年から小学校に上がる子どもがいるが、児童館がないので引っ越しを考えている。もう数年前に聞いた話です。この現実を放置をして、京都市が子育て先進都市と名乗るなど、私は許せません。京都市の発表以後、
日本共産党の議員団には怒りの声が続々と寄せられております。うちの子は学童に入れなかったと、うちの子は待機児童としてもカウントされないのかと、存在を否定されているようだと、こういう悲痛な声もございました。私はまさに個人の尊厳が問われている問題だと思います。実は京都市も分かっているんですね。この新しい年度で入所を申し込んだけれども保育所を断られた人が583人いると、これ実は京都市の資料で出てくる数字なんです。じゃあこれがなぜゼロになるのか、京都市が言うのは国の基準で数えたらゼロになりますということなんですよ。国の基準じゃあ何か、例えば障害を持っているお子さん、どうしてもやっぱり近所の保育園にしか通わせることを難しい、できない、あるいは兄弟が別々の保育所に入った、保育所に入ったけれどもとても不本意な入所だと、こういう方、それからおじいちゃんおばあちゃんに無理を言って預かってもらっている、こういう方もおられると思うんですが、こういう皆さんを待機児童としてはカウントしないというのが国の基準なんです。ここに今大きな怒りの声が上がっているわけですね。とんでもない、全く実情に合わないじゃないか、だから国ももう一度カウントし直して、そしたら6万人7万人という数字が出てきたと、にもかかわらず京都市はまたそのことを繰り返しました。解決できるはずがありません。私は京都市の姿勢ももちろん本当にひどいと思うんですけれども、やっぱりその大元にですね、この国の基準、国のひどい政治がこの富士の森地域でもそういう形で現れているということを訴えたいというふうに思います。ぜひとも保育所や児童館を増やす政治を作りたい、消費税増税をせずに暮らしを守る政治を作りたいと思うんです。それでは財源はどうなるのか、今日はこの後大河原さん、倉林さんもお話をされるということですので、私は一言だけ申し上げたいと思います。戦車や戦闘機を買うお金があるなら保育所や学童保育を増やせ、この声を上げていこうではありませんか。そして沖縄で犯罪を繰り返す、事故を繰り返す、こんな米軍基地に数千億円もの思いやり予算を毎年差し出す、こんな政治はもうやめようと、このことをぜひとも一緒に声を上げていただきたいと思うんです。戦争法廃止を本気で目指す日本共産党、そして税金の使い方を暮らし最優先に切り替えようと、そして何より野党共闘に誠実に力を尽くしている共産党が大きく前進することが安倍政権にとって最も痛打になる、このことを訴えたいと思います。日本共産党の大きな前進と、そしてこの京都での大河原敏孝勝利へ、皆さんのお力どうかお貸しください。私も一緒に頑張ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ご参加の皆さん、こんばんは。日曜日の夜の出にくい時間に多数お集まりいただいて本当にありがとうございます。いよいよ公示まであと2週間、あと2週間ということはですね、もう2週間後には期日前投票が始まっちゃうんですね。もう歌を足してはいられません。昨日から梅雨入りしましたが、梅雨にも負けず夏の暑さにも負けず元気に頑張ります。大河原敏孝、どうぞよろしくお願いいたします。さて、この間は伊勢志摩サミットがあってですね、伊勢志摩サミットをどう見られましたか。安倍政権にはもう政権を任すことはできない、経済問題を任すことはできない、このことが国民の目にも世界中にも明らかになってしまったのではないでしょうか。サミットに先立って日米首脳会談が行われました。沖縄であんなひどい事件が起こっているのに、その原因になっている日米地位協定、これを根本から見直そう、一言もできてきません。安倍政権がこの沖縄の問題、基地の問題、全く本気で考えていない、このことが明らかになったのではないでしょうか。そして経済問題でも、首脳宣言では世界経済は緩やかに回復をしていると宣言をされました。
しかし安倍首相一人だけ世界経済はリーマンショック前のようだと言って世界中から失笑を買ったではありませんか。安倍首相の経済問題の見立ての悪さがここにも現れている。しかし皆さん、日本経済は今悪いんですよ。でも悪いのは決して世界経済のせいじゃないんです。安倍首相がこの3年間やってきたアベノミクスがそもそも間違ってた。それが今の日本経済を壊しているんです。これ大事なことはね、アベノミクスはうまくいってないからじゃないんですよ。アベノミクスはそもそも間違ってるから日本経済がダメになってるんです。アベノミクスで大企業大資産家は大儲けに儲けを上げて空前の利益を上げています。そのじゃあ空前の利益、中小企業には来ましたか、働く人には来ましたか。何にも来ないじゃないですか。その大企業が上げた空前の利益は300兆円の内部留保になって大企業の中に貯められてしまいました。しかもそのうち何十兆円もがパナマとかケイマン諸島とかタックスヘイブンに送られて税金逃れになっている。こんな不公正な経済政策許しておくわけにはいかない。日本共産党大河原としたか、この経済政策安倍政権の転換で必ず国民のための経済に変えてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。この自民党安倍政権の私たち庶民の命や暮らしよりも大企業の儲け優先の政治のあり方、決してこの経済の問題だけじゃないんですね。まあ、今弁士の方からご紹介がありました。私がこの間取り組んできたこの建設労働者のアスベスト問題、これも全く同じことなんですね。アスベストが危険な物質だなんていうのはもう何十年も前から分かってたんです。だけど建材メーカー大手企業は自分の会社が儲かればいいって言って、この危険なアスベスト建材を危険じゃないと言って作って売り続けたんですね。国も命を守るために必要な規制をすることなくこれを放置をし続けた。その結果今多くの建設職人建築労働者の皆さんが肺がんに苦しみ命を落としている。本当だったら失われなくていい命が、国の政治が命を守ることをしてこなかったために企業の儲けを優先したために失われたんです。確かに裁判では勝ちました。国にも企業に向かって2億円入ってきてもね、まあ2億円ありがたい、まだ入ってきてないですよ。裁判はまだ確定してないんで2億円入ってきてないんですけど、仮に2億円もらってもね、失われた命が返ってくるわけじゃないんですよ。やっぱりこの政治を根本から改めなければ、また新しい被害がまた同じように起きてしまう。だからこそこの参議院選挙、この大企業の儲け優先の政治根本から変えるために大河原としたが全力で頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。大企業儲けの優先の政治はまだまだあります。例えば原発の問題、熊本では大きな地震が起こりました。今でも余震が続いています。そこから一番近いところにあるのが今日本で唯一動いている鹿児島県の仙台原発。せめて地震の続いている間ぐらいは原発止めてほしい、まあ、多くの人がそういう声を上げました。だけど九州電力も安倍政権も仙台原発を止めようとは一切しませんでした。住民の命や安全よりも電力会社の儲けが優先。ここにもその今の安倍政権の政治姿勢が現れていると言わなければなりません。働き方の問題でもそうです。大企業が簡単に労働者の首を切れるように、安く低賃金で労働者を使い倒せるように、この間正規雇用の労働者はどんどん減らされていきました。代わりに派遣労働者や契約社員、パート、アルバイト、こういった不安定な非正規雇用に次々置き換えられて、今若い人たちは低賃金で苦しんでいます。2人に1人が非正規雇用にしかなれない。本当に実家から出て一人暮らしもできない、結婚や出産子育てなんかとんでもない、こんな若者たちがたくさんいます。日本共産党、そして私大河原敏孝はこの今の歪んだ働かせ方、これを今回の参議院選挙を通じて変えていきたいと思います。派遣労働って本当ひどいんですよ。私ある介護職場で聞いたんです。派遣できてますと、時給何ももらってるんやと、時給850円ですと、最低賃金からちょっと上がったぐらいです。
そこの事業所に聞きました。じゃああんたのところ派遣会社いくら払ってるんやと。1700円ですと。つまりはね、半分派遣会社ピンハネしてるんですね。ピンハネしてる派遣会社ばっかりが儲かって、現場で働く労働者は貧困に苦しむ。こんな不公正な働かせ方、もう終わりにしようではありませんか。正社員が当たり前、非正規雇用をなくす、そして低賃金の原因になっている最低賃金を時給1000円、そして時給1500円へと引き上げていく。このことを参議院選挙を通じて実現をして、働く人が安心して安定して働ける社会、そしてきちんと働けばちゃんと生活できるだけの給与がもらえる、こういった社会を皆さんと一緒に実現をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして税金の問題も一緒です。先ほどタックスヘイブンの話しました。日本の名だたる大企業大資産家がタックスヘイブンを使って大規模な税金逃れをしている。一方で庶民には消費税増税延期はしたけど、まだ実行する気満々です。例えばユニクロの社長がね、まあ税金逃れをしている。楽天の社長が税金逃れをしている。皆さんの中にもユニクロで服を買われる方いると思うんですよ。皆さんがユニクロで買った服の売り上げの一部が柳井社長の懐に入ってケイマン諸島に送金をされるわけです。皆さんがインターネットの楽天を使って買われた売り上げの一部が楽天の三木谷社長の懐に入ってケイマン諸島に送金をされる。結果税金は払われない。庶民相手に商売をしていて税金も払わないような企業を許しておけるか。ここにきちんとメスを入れられるのが日本共産党です。日本共産党は大企業から1円の献金も受け取らない。この日本共産党だからこそ、この税金の集め方、大企業にきちんとメスを入れて大企業から税金を取る、この仕事を日本共産党に任せていただきたいと思います。日本共産党大河原俊孝、どうぞよろしくお願いいたします。さて今野党共闘が大きく前に進んでいます。まあ、詳しくは倉林さんがお話をされると思いますけれども、今本当にいよいよ日本共産党も入った野党の連合政権、国民連合政権が実現をする、こういった可能性が 目の前に開けている、こんな情勢だと思うんです。私が日本共産党に入党いたしましたのは今から18年前、1998年のことでございました。1998年何があったか覚えておられますかね。参議院選挙がありまして、西山時子さんが当選をされたんですね。あの時日本共産党は比例820万票を獲得して大きく躍進をさせていただきました。その結果京都では自民党を落として西山さんが当選をされたんですね。今日本共産党比例850万票、京都では比例30万票、比例第1党を目標に頑張っています。この目標を達成できれば、私大河原俊孝も皆さんのお力で参議院へと送っていただけるんです。ぜひともこの目標を達成をして大河原俊孝参議院へと送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。で、98年の話はまだ続くんです。1998年、日本共産党大躍進をして21世紀の遅くない時期に民主連合政府を実現しようというスローガンが、掛け声が上がりました。当時まだ21歳だった純粋な京都大学の学生大河原青年は、そうか民主連合政府ができるのか、女子一緒に頑張ろうと言って勢い込んで日本共産党に入党いたしました。ところがしばらくなんかちょっと違うぞと、辛い時期が続きましたけれども、まあ、皆さんと一緒にコツコツ頑張ってきた結果、ようやっと歴史が前に動き始めました。真面目にやってればいいこともあるんですね。今度は本当にこの参議院選挙、この歴史の扉をもう一歩前に開く戦い、皆さんと必ず勝利したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして、まあ、今回参議院選挙なので政党を選ぶ比例代表選挙もございます。これまで比例代表は京都生まれ大門未来氏よろしくとお願いをしておりましたが、すいません変更になりまして、一夜忠義さんをよろしくお願いいたします。元伏見地区委員長、伏見が育てた今日本共産党参議院議員副委員長の一夜忠義さんが、今度京都を中心に活動していただけることになりました。これは京都で活動する、京都で戦う私たちにとって本当に大きな力になる、大きな励みになることなんです。それと同時に全国の皆さんから、やっぱり京都は勝ってほしい、京都で議席を取ってほしい、この期待の表れだと思うんです。皆さんの奮闘で私もが奮闘します。この全国からの期待に勝利でもって応えようではありませんか。
京都選挙区大河原としてはどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。